なるほど、では私が脱ぎましょう。え、やあ、あら、ん、やい、お前覚悟はいいな。それなら来い。いい心がけなのだ。行くぞ、メインステップ。ユービーペリアをレベル3で召喚。かわいい、一匹欲しい。ナイフで受けてばかりじゃ負けちゃうよ。ちゃんと考えてんのかしら。ノー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 。メインステップ、ブラックモノケイルス召喚。ブラックモノケイルス強そうだ。やっと、ここで紫マジックマインドコントロール使うだ。え、ズンちゃん、それは郵便ペンタンのコアを外す。やったー、どんな問題。人を呪わば穴二つ。マインドコントロールの効果はお互い自分のスピリット上にあるコア4つをトラッシュに置くのよ。カードの説明くらい読んでほしいな。このバトルすごい疲れる。これが俺様の実力だ。なの、オイラのミスだ。どっちにしろ俺様にチャンス到来だ。一回戦ないだ。アタックステップ、ペンプレスでアタック。ライフで受ける。うわー、ライフが、やだー。あら、可愛いじゃない。別に可愛いとか関係ないですから。皇帝の力、思い知ったでしょ。あのさ、もしかして皇帝の力ってビギナーズラック。ノーコメントです。拳銃アイベリックス召喚。そしてそして戦闘銃ライノセーラス召喚。アタックステップ。ダメよズンちゃん、ライフが一つしかないんだから。あいつのライフはまだ4つ残ってるだ。でもオイラはあと1回ライフで受けたらおしまいだ。ここは守りに徹するだ。ターンエンド。どうだ、オイラの戦略。メインステップ、占いペンタをレベル2で召喚。召喚時の効果でシャイニングマジックをオープン。マジックをオープンしたのでデッキからワンドロー。アタックステップ、占いペンタレベル2でアタック。ライノセーラスでブロックだ。残してターンエンドだ。あれ、なんでカード捨てるだ。ライノセーラスの破壊時、相手のデッキからこのスピリットの上に置かれているコアの数だけカードを破棄できるんです。ていうか、ちゃんとカードのテキスト読んでください。そんな長い文読めないだ。やれやれ。アイベリックスをレベル2にアップ。さあ行くだよ。ベニルキャノンマーク2レベル2。そしてアンキラザウルスを召喚。おお、強そうなのが勢揃いだ。でもでも、ターンエンド。これぞ、ズングリー鉄壁の構え。郵便ペンタンレベル3とペンタンを召喚。アタックステップ、郵便ペンタンでアタックなのだ。フラッシュタイミング、フレームサイクロン。郵便ペンタンを攻撃。絶対にコストが足りないはずなのに。アイベリックスの効果で軽減シンボルは赤、赤、黄色。フィールドには赤と黄が一つずつあるから必要コストは3ってことだね。とにかくリザーブのコアとフェンリルキャノンのレベルを下げたら足りただよ。キグナスは召喚。おお、綺麗だ。そして緑マジックジャングルローを使用。なに、これはレベル1のスピリットすべてを披露させるだ。は？すべて？うわー、大変だー。ジャングルローの効果は敵味方を問わず作用する。少しは学習しなさいよ。やはり俺様は腐敗なのだ。つらいだ。でもおったんなら諦めないはずだ。おいらにはまだクラッキーの
くれたアイベリックスガールだ。アイベリックスでアタック、友情パワーを思い知るだ。ライフで受けるのだ。ズンコノーガード戦法が、え、あーや、なんだよ。そういうシステムです。お前のライフはあと1個、俺様の勝ちなのだ。まだまだわからないだ。痩せ我慢しても無駄なのだ。アタックステップ。ああ、またメインステップを忘れてる。お互い気苦労が絶えないわね。恐縮です。ペンタンでアタック。フラッシュタイミング、ハイエリクサを使うだ。マジック発動。どうだ、オイラの見事な怖さばき。ライフで受けるだ。く、運のいいやつなのだ。しかし、運なら皇帝陛下が上。それはどうかしら。生まれて初めてバトルするズンちゃんはメガトン級のビギナーズラックを持っているかもよ。よし、絶対勝つだ。メインステップ、エクストラドロー。あと1枚頼むだ。ジークブルム来てくれただか。待ってただよ。でもでも、まずは先にこいつを呼ぶだよ。レイニードル召喚。そして金槌よ、天馬柵だ。雷王竜ジークブルームレベル2召喚。今金槌って言ったよね。まあ細かいことは言いこなして。オイラがジークブルームを召喚したぞ。もう思い残すことはないだ。そらそら、俺様が貸してやったジークブルームじゃないか。ジークブルームでアタック、激突の効果発動だ。テンプレスで受けるのだ。まだまだ行くだよ。ハイデリックス、アンキラザウルス、レイニードル、みんな揃ってアタックだ。何が皇帝腐敗伝説だっつーの。マギシャンだ。男の子は泣かない。さあお家帰ろ。皆さんにはご迷惑をおかけしました。やだ帰らない。ペンタン帝国まだやるの。パパのバカ。パパ、皇帝のトトさんだか。はい、実は私皇帝陛下、いや小太郎の父でして。やっぱりね。なんというか、私単身赴任でして、たまに家に帰っても小太郎全然懐いてくれなくて。でもバトスピやってる時だけ打ち解けてくれるんですよ。だからって子供の家来になるってのはやりすぎじゃないかな。甘やかしすぎると生意気な子供に育っちゃいますよ。あ、何ですか。悪いと分かっているんですが、ほったらかしにしてる引け目があって、つい。そら、僕のジークブルム返せよ。ダメだぞ小太郎、約束は守りなさい。だってだって。これ小太郎に返すだ。引けません、それはズングリーさんに差し上げる約束。いいだ、やっぱりジークブルムは団のカード、オイラには重すぎるだ。ちゃんとお礼を言いなさい。今度はこれを使ってオイラとバトルするだ。バトスピってすごい、こんなに強いやつがいたなんて。おお、世界は広いだよ。初勝利おめでとう。オイラもう負ける気がしないだ。みんなの挑戦いつでも受けて立つだよ。ビギナーズラック、恐るべしですね。百瀬勇気。ダンが帰ってきただか。ダン待ってただよ。ダン、ダメかもしれない、ダメじゃないかもしれない、
おいらが今日最後にコタロウに渡したカードはどっちだ？答えが分かったら正解だと思う番号に電話してくれ。受付は今日の夜8時まで。抽選で10名にご覧の商品が当たるだよ。当たり前のように君がそばにいて諦められない夢がいつもあったのさ。時々ありがとうとごめんねやうまく言えなくてごめん。閉ざした窓の向こう君の名前空に書いてみた。ダメかもしれない、ダメじゃないかもしれない。心の中で僕はしゃがみ込んでしまうけど、もう一度立っていつもよりいっぱい息を吸ってさ行こう、また笑ってさ行こう。君が待ってる。バトスピエルにはデッキが必要だ。好きなカードを入れるのもいいけど、デッキは色を揃えることによってコストが軽減できるから有利になるぞ。やっぱりバトスピア楽しいだ。弾が壊れちゃった。私が一肌脱ごうじゃないの。かかってこいパンテーラ、相手になってやるわ。次回バトルスピリッツ少年撃破弾竜帝コンボ魔帝竜騎ダーククリムゾン、やっちゃえアタックステップ。バトルスピリッツはバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。